J リーグのシーズンが帰ってきました。勝っちゃいましたね。3000万いただきました。まあ今日はですね、上島選手お疲れ様でした。いやもういろいろね大変だったと思いますけど、いい経験リーグ開幕前にできたと思います。ヘディングとかね、1対1の対応とか、あとパスのこう素直なボールの回転とかすごいなと思ったんで、楽しみだって、楽しみな選手です。じゃあリーグ戦も行きましょう。はい、志願のスーパーカップ制覇おめでとうございます。まず PK にならなくてよかったっていうのがまあ本音ですけどもね。まあ帯はもう慣れてもらうしかないんで、どんどん経験を積んでください。あと上島のサイドバックはちょっとびっくりしましたけど、まあなんか手の内隠したっていう気がしますね。まあまず勝ってよかったですね。はい、以上です。今日はすっごいめでたいです。何かというと初めてのことがあって、マリンちゃんの優勝とスーパーカップ優勝という1日で2冠ですよ。初めてですよ多分。いやこんなにめでたい日はないです。いや本当早先ですよね。まあ本当今年はもう全部取れるものは取れましょう。以上です。はい、今年もよろしくお願いいたします。まあ今年も、いいサッカーできるなというのを期待したいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ上島のことみんな多分いろいろ言うかと思うんですが、僕は多分今日の試合が答えじゃないと思ってます。リーグ始まってからが本番で、そこで上島がいかに、チームに貢献してくれるかといったところを期待して見ていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。今季の1冠目、 初大会ですかね。スーパーカップ取れました。まあ面白かったです。上島選手をみんながケアしながら、少しずつこうギクシャクギクシャクギクシャクしてて、まあいつ壊れちゃうかなとか思ってたんですけど、まあ左は左でまた勝手にドカーンと行くし、まあその辺はね面白い試合でしたけど、途中からだいぶ、修正効いてきて、上島もすごく中に入ってくるようにもなったし、まあいいんじゃないでしょうか。次の川崎戦につなげていきましょう。新年明けましておめでとうございます。今年も楽しく、そしてハラハラドキドキする年になるといいなと思っております。今日の試合ですけど、まあオープニング、まあ練習試合とまで言わないけど、まあいろいろお試しをしたっていうところがあるので、まあそれも踏まえて、まあ勝ったことが大事なので、まあ良しではないかなと思いました。以上です。スーパーハイようやく取れました。ずっと PK で負けてたんで、優勝できたのはとても嬉しいです。すごい楽しかったです。まあサイドバックが本職じゃなかったんで仕方ないとは思います。だけどなんか水沼なんかここ行けよみたいなパスがあったのはすごい面白かったです。まああとはもう次の、開幕を目指して、僕らもあとは選手たちも整っていきましょう。はい、明けましておめでとうございます。2023年のサッカーが始まりました。楽しかったですね。まあいろいろとまだまだこなれてない部分もあるんで、まあ難しいところまであったのかなと思うんですけれども、前半の混乱も後半にはちゃんと立て直して、もうこれ1点取れれば勝てるかなという流れは作ってたので、まあ今年も楽しませていただければと思います。ロペスの収めとですね、あと渡辺剛太の気の利き方と、あとまあちょっと右サイドバックとしてはどうかもっていうのは皆さん多分言ってると思うんですが、上島のエアバトラーはあれはやっぱり今までのマリノスにはなかったので、すごく武器になるかなと思いました。ちょっとね、ゴールキーパーの移籍等も含めていろいろとごたごたがあった中ですけれども、これで3000万ですから、3000万やっぱり1000万で違うのはでかいんで、ちょっとこういうスーパーカップっていうね、初めてのタイトル取れたことも加点にしてですね、今年の J リーグを楽しみたいと思います。スーパーカップは来年も出ましょう。本番は来週なので、今日はやっとスーパーカップ取れてよかったねということで、難しいこと考えずに、来週の、開幕を楽しみにしたいと思います。よかった。